駐車場の奥に登山口が。これが登山口？うん。ルートは左だけど、ちょっとまっすぐ行ってみます。何にもありません。ピークだね。ここで一番登高線の上だから。あっちからも登ってこれるようにはなってるね。ああ、こっちから登ってこれる。終わりやね。おるよ。何かあるよ。クイズ。富士山の標高は何メートルでしょうか。3700なんぼやら。なんぼやら。なんぼやらです。ちょっと開ける。あ、海が見える。来る時もすごく綺麗だったよね。景色楽しみだね。ここ鳥がたくさんいるね。山口県の総人口は約何万人でしょう。134番、正解かな。137万人。すごい。正解かな。正解。竹林になって下り出してから、もう道路と合流するのかな。はい、合流。今日は青いね。今日だけやろ。そこに飛行機おる。見えんわ。え、ほんと？そう、ほらほら、右から左に行ってるよ。この飛行機雲の下、登山口が見えてきた。大将軍山。ここから上がるね。コンクリート道が、すごい急でる。きつい。まっすぐ行ったら山頂だと思う。これは神社から降りてくる道かな。山頂かな。山頂かな。山頂なの。山頂だね。三角点とかない。これない。これは違うか。この中にあるかな。あ、ここ三角点あった。これが三角点なの。うん。これ。
たよ。すごい、めちゃめちゃいい景色だ。ほら、大吉。ありがとう。すごい。ここのね、大将軍がね、この里の人たちが死んだ人の御霊は山に宿るって信じてて、だからここの山全体が神様。信仰されとったから、この下の里の方にもたくさんこの山に上がってくるための長塚とかがあるらしい。でこの神社の由来はなんか西暦1500年って書いてあったけど、周防大島を周防の国と伊予の国で取り合ってた時に、伊予の国がこう攻めてきて、で大内さんがその対抗したいんだけど濃霧で様子が全然見えんかった時に、ここの神社に祈祷して寝坊して、霧が晴れて勝利したっていう神社なんだって。これちょっと沈んでるのかな、うん、ね、低いね。これまっすぐ行くと道路でフレアイパークまで戻れるよ。フレアイパークまで帰ってきたから、もう少し先に銭坪山に行く登山道があります。銭坪山に登ります。900メートルってね、すぐじゃん。こっちじゃなくて、こっちから登るらしいです。これはアスファルト通らんでいい。ねえねえ、これさ、こっちなのかな。でもここに階段みたいなのあるんだけど、ちょっと上がって見てきていい？どうなってるか。ちょっとだけ見てくる。なんでもなかった。こっちやろ、うん、ここは急やね。しんどいね。しんどいね。めっちゃ急だね。これ青空だし、青空やね、うん。ビュースポット5、四国が見えるかも。しずちさんも見えてる。すごい。いやー、今日はいいね。
天気が良かった。あれうっすら見えとんが四国やろ。四国見えてるかも。うん。ふれあいの森自然遊歩道入り口。これ山頂に行く道？どうやろ。どうなんでしょう。なんか下ってるよね。こう巻いて上がるんやね。この森から行けるんだね。やはいいじゃない。なんか分岐に出た。どっちかな。右と左二つある。急な方から行ってみる。じゃあ急な方から行こう。よいしょ。一旦道路に出る。さっきの左側の緩い方の道から来たらここに出るんだね。自然遊歩道。すごいね、景色。すごいね、いい景色。ちっちゃ。こう上げてんの。うん。いちご甘い。甘いのがいちご。なんかわかんない。犬が一個残ってるよ、あげるよ。私？やった、ありがとう。何が見える？周防大島が目の前にあるから。この間あそこに持ってよ、瀬戸アルプスの山を見てた。あのポコッと出とんがあるだけさ。多分そうだ ね, ね。で私たちはこっち側を歩いてね。あそこ橋が見える。タイの峰はもっとあっち向こうでしょ。タイの峰はこっちや。こっち、あ、そっか、東の橋だからこっちだ、うん、いい眺め。帰ろうか。これに